ボディっていう、ここ骨盤の骨の頭へと当たったらまず痛むんですよ。だからもちろん前打つボディもあれば、あばら打つボディもあるんだけど、まあ、肋骨と骨盤の骨ないところをまず打ってほしいんですよ。で、当てるときまた言うけど、最初こんな感じ、斜め45度ちょっと向こう向いてるみたいな。で、こっちにはこの辺持ち上がる、この後打てへんの、こっちやから、こう持ちにくいけど、これをまずこう回して、今度振りかぶって、これが、例えばベルトしてるとする、ベルトよりも手のひらの下の状態、下から上に、まず正面で、やってほしいことは時間差で、フックとかにしてと、体と手足にこうやって回って、はい、体っていう感じで、この時にこの辺、まずこの練習、手のひらで打ってみてください。